一般社団法人国立大学協会は国立大学法人を正会員とする日本の一般社団法人。1950年学生改革によって誕生した国立新生大学が各大学間の連絡、協力を促進するために設立された。同協会の目的は一般社団法人国立大学協会定官第2章第4条において 各国立大学法人が実施する教育、研究及び社会貢献に関する多種、多様な活動において質の高い成果を上げるための環境づくりを行い、もって国立大学法人の振興と我が国の高等教育、学術研究の水準の向上及び均衡ある発展に寄与することと定められている。同協会の正会員は、 一般社団法人国立大学協会定官第三章第6条においてこの法人の目的に賛同して入会した国立大学法人と定義されている。2018年度現在全ての国立大学法人が協会の正会員となっている。同協会の特別会員は一般社団法人国立大学協会定官第三章第6条において この法人の目的に賛同して入会した法人と定義されている。2018年度現在の特別会員は以下の通り、総会を頂点とし、その下に理事会を挟み、各委員会が設置されている。地方ごとに8つの支部が設けられており、それぞれに所在する正会員が所属し、活動している。以下に記す事業を中心に活動しているほか、国立大学の立場から、 意見表明、情報発信などを行っている。国立大学が質の高い教育、学術研究及び社会貢献を推進するために必要な事業自主的政策立案、国の高等教育政策や学術研究政策等に関する政策提言のための調査研究国際パートナーシップを基本とした国際交流事業国立大学法人の経営に、 関する支援その他目的を達成するために必要な事業。ありがとうございます。